皆さんこんにちは、園田体育館指導員の横山です。園田体育館指導員田中です。今回は身近なものを使ったコーディネーションをご紹介します。今回はバスケットボールとテニスボールを使いますが、お家にあるボールで楽しく行いましょう。まず最初はボールを高く上げ、落ちてくるまでに拍手をします。なるべくたくさん拍手できるように頑張りましょう。ポイントはボールを高く上げ、拍手を速くすることです。それでは皆さんも行ってみましょう。次にボールを上に投げ、ボールが落ちてくるまでに1回転しボールをキャッチします。ポイントは小さく素早く回転することです。それでは皆さんも一緒に行っていきましょう。次はドリブルを片手で行い、バウンドしてボールが上に上がってくる間に1回転します。連続でやってみたり、反対の手でも行ってみましょう。ポイントは素早く小さく回ることです。それでは皆さんも一緒に行ってみましょう。次は八の字ハンドリングです。足を開き重心を低くします。ボールは八の字を描くように足の周りを動かしていきます。ポイントはボールがある方に体重を傾け重心を揺らすことです。できる方は後ろからも行ってみましょう。それでは皆さんも一緒にやってみましょう。足を開き重心を低くし、また下にボールを置きます。片方の手は前から、もう片方の手は後ろからボールを持ちます。ボールをまた下にキープしながら手を入れ替えていきます。ポイントは膝の曲げ伸ばしをすることです。これができたら今度は両手でボールを持ち、先ほどと同じようにまた下にボールをキープしながら手を前後入れ替えていきます。それでは皆さんも一緒に行っていきましょう。次は足でボールを挟み、足でボールを上に上げて手でキャッチします。ポイントは足を高く上げることです。それでは皆さんも一緒に行ってみましょう。
と手でボールを持ち、脇の下に持っていきます。このまま後ろから上に上げて、上で腕をひねり前に持っていきます。ポイントはなるべく手のひらが上を向いたまま動かすことです。それでは皆さんも一緒に行っていきましょう。余裕がある方は左手で行ってみてください。次は片手でボールを持ち背中に持っていきます。背中から肩の上を通って前でキャッチします。この時ボールを持っている時でキャッチします。ポイントはボールを投げる時に手首を肩に向かってひねることです。それでは皆さんも一緒に行っていきましょう。次は目の前でボールを持ち、頭の上を通って背中に投げます。今度は背中から頭の上を通って目の前にボールを投げます。何度か行いながらボールを投げる高さや距離感を掴んでいきましょう。それでは皆さんも一緒に行っていきましょう。次はドリブルです。足はグーグーパーグーグーパー。ドリブルは1、2、3、1、2、3、3で反対にボールを移します。これを同時に行います。このように1、2、3、1、2、3、1、2、3。それでは皆さんも一緒に行っていきましょう。先ほどの応用を行います。ドリブルは先ほどと同じように 1、2、3 で反対向けにボールを移します。足の動きはグー、グー、チョキ、グー、グー、チョキで行います。この時チョキにする足は右、左、交互に出していきましょう。ポイントは足を真後ろではなく少し斜め後ろに足を出し重心を低くすることです。次は2つボールを持ち、片方は体の前を通り、もう片方は体の後ろを通してボールを入れ替えます。ポイントは2つのボールのタイミングを合わせることです。それでは皆さんも行っていきましょう。次はボールを2つ持ち、1つを下にバウンドさせ、もう1つのボールの上にバウンドさせたボールを乗せ、なるべく長い時間振られるように頑張りましょう。ポイントはあまり強くバウンドさせないことです。5秒以上キープを目指しましょう。
それでは皆さんも一緒に行ってみてください。2つボールを持ち、ボールの上にボールを振っていきます。ポイントはより集中し、ボールの軸を見つけることです。なるべく早くできるように頑張りましょう。次は2人組で行います。2人ともボールを持ち、1人はボールを上に上げ、もう1人はパスをします。上にボールを上げている人はボールが落ちてくるまでにパスをもらい、相手にボールを返します。ポイントは1つのボールを見過ぎないことと、パスをする人はキャッチしやすいところにパスをすることです。それでは皆さんも一緒に行ってみましょう。次は片手で大きいボール、もう片方は小さいボールを持ち、大きいボールはドリブルをつきます。小さいボールを上に投げて、キャッチするまでの間に大きいボールを動かします。ポイントはドリブルを速くすることと、小さいボールを真上に上げることです。それでは皆さんも一緒に行ってみましょう。いかがでしたか？周りに気をつけて行いましょう。手洗いうがいを忘れずに、コロナに負けない体づくりをしましょう。コロナに負けるな。